fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. 国防総省が公開したのは、2004年と2015年に海軍が撮影した3本の映像です。映像では海の上を何かが高速で移動する様子も確認されます。これらの映像は数年前に流出し、未確認飛行物体、いわゆる UFO ではないかと指摘されていました。国防総省は声明で、観測された大気での現象は未確認のままだとした上で、公開の理由について機密の暴露にはつながらず、映像の信憑性や他の映像があるかなど市民に誤解を与えないためと説明しました。